今日2024年の1月の27ですけども、はい、いやー1年経つの早いですけど、早いですね。屋上に行くのはこれで3年目ですか。はい、じゃあちょっと、はい、シャッター開けますね。シャッター開けます、お願いします。年に1回の御開帳ですね。じゃあ行きますか。ちょっと。いや、いい天気ですね。今日は暖かいですね。暖かいですね。あ、富士山がすごい綺麗に見えますよ。あ、本当に去年も見えてましたね、富士山。そうですね。いや、しかしあっという間に1年が流れた感じがしますけども、これがまあ立ち見の屋上で3年目になりますかね。そうですね、はい、なんか全然当然ですけど何も変わってませんけども、はい、富士山見ますね。あ、すごいですね、はい、富士山。この奥の方のここですよね。はっきり見えますね。はっきり見えますね。富士山も縁起物ですから、ね。そうですね、縁起物ですからね。これで皆さん試験の方に検討を検討ですね。ます。この中央に富士山が。いいですね。いいですね。で今日も天気が良くて、はい、空も青空ですね。なんかあの去年も全くの青空だったと思うんですけども、青空ですね。あ、晴天ですね。晴天ですね。立ち見の看板を取りますね、はい、ちょっと逆光で、これはあの電車から見える電車から見える看板ですよね。じゃあ先生、あの、はい、今日もここから、はい、あれですね、メッセージ動画を、はい、直前メッセージ動画をじゃあお送りするということで、できますね。はい。